皆さんこんにちは、あいちゃんです。今海外で最も流行っているスタブルデフージョンって聞いたことありますか？スタブルデフージョンは想像したイメージをテキストを打つだけで作れたり、実写動画をアニメーション動画に変えたり、このように面白いアニメーション動画が作れるプログラムです。やばいですね。これが全部無料でできてしまうんです。今回はスタブルデフージョンを Windows と Mac ユーザー向けに、 Google コラボとローカル環境での導入方法をご紹介したいと思います。まず Google コラボとローカルの違いを説明しますね。 Google コラボはパソコンのスペック一切不要でネットさえつながれば利用できます。インストールの仕方もとても簡単です。ただ使いすぎると利用制限がかかってしまうので課金しないといけないです。有料プランにしたら使える回数は増えるんですが、それも限度があり、使いすぎたらまた購入しないといけません。その代わりローカルで使用すると制限はないですが、ある程度パソコンのスペックが必要です。そしてインストールの仕方は Google コラボよりちょっと面倒くさいです。まず Google コラボでやってみて、使う頻度が多くなりそうでしたら、ローカルで使えるようにパソコンを買い替えてもいいかもしれません。オンラインのインストールの仕方は8つのステップがあります。まず GitHub というサイトに入ります。2つ目ですね、スタブルデフージョンと検索します。ザラストベンをクリックします。コードをクリックして、URL をコピーしましょう。よくできました。次は Google コラボを検索して一番上のサイトを選びます。 GitHub をクリックします。先コピーした URL を貼り付けます。レポジトリのところを変更します。2つ目を選びましょう。ファイルを選択してコピーを保存します。名前を変更します。再生ボタンみたいなやつをクリックしましょう。 Google ドライブに接続します。私はちょっと使いすぎて今使えないと警告が出ているんですが、初めて使う方は大丈夫だと思います。 Google コラボは Google 社のパソコンを借りて画像を生成するイメージです。こちらが借りているパソコンのスペックになります。緑の3本線とRAMとディスクを表示されたら、ちゃんとつながっていることになります。詳細をクリックするとサブスクのページが出てきます。一時期接続が不安定で画像がうまく生成されなかったので、私はプロプラスプランを選んでいます。後から知ったんですけど、有料プランは接続問題を関係ありません。プロとプロプラスの違いは使えるユニット数と画像の生成スピードです。
ユニット数というのは作れる枚数と考えたら分かりやすいと思います。普通に写真を作る分には無料プランでも大丈夫だと思います。続けて再生ボタンをクリックします。モデルダウンロードの方まで来たら、モデルバージョンをクリックして V2.1 を選択しましょう。コントロールネットは画像生成において大事なところなので、別の動画で紹介します。今回は何もせず再生ボタンをクリックします。最後にスタートスタブルデフュージョンをクリックします。結構時間がかかるので、外に行って散歩でもしましょう。愛ちゃんは昼寝してきます。わら。お疲れ様です。このように文字がどんどん出てくるんですが、まだまだですね。緑色の文字が出てきたら、URL が発行されると思います。パブリック URL が出てきたら、URL をクリックしましょう。これで完成です。スタブルデフュージョンが出てきました。早速使ってみたいですが、その前にファイルの保存先を教えますね。先ほど Google ドライブに接続したアカウントのドライブに入ってください。SD というファイルが作られているのでクリックします。アウトプットというフォルダが見えますね。ここに生成された写真が保存されます。そしてモデルはこちらのスタブルデフュージョンイビというフォルダーに入って、モデルをクリックして、最後に、スタブルデフュージョンというフォルダーをクリックしましょう。次は、Mac でローカル環境でのインストールの仕方を教えますね。全部で7つのステップがあります。まず、ターミナルというアプリを開きましょう。ホームブリューというサイトに入って、こちらのテキストをコピーしましょう。コピーしたテキストをターミナルに貼り付けます。パスワードの入力画面がターミナルに出てくると思うので、こちらに自分のパソコンのパスワードを入れてください。入力したらキーボードのエンターを教えます。ステップ2はステップ1と同じやり方です。こちらのテキストをコピーしてターミナルに貼り付けます。ダンという英文字がターミナルに出てきたらステップ3に行きましょう。ステップ3、テキストをターミナルに打ち込みます。オープンという文字を入力して、スペース、句読点を入力します。打ち終わったらキーボードのエンターを押します。ステップ4。パソコンのフォルダーにスタブルデフュージョンイビという新しいファイルを確認します。ステップ5。ターミナルにこちらのテキストを入力して、エンターを押します。一番時間がかかるのでゆっくり待ちましょう。ステップ6。最後に数字で書かれた URL が出てきましたら、こちらをウェブに貼り付けます。無事にインストールできました。試しに画像を作ってみましょう。まず、モデルをダウンロードします。シビット AI というサイトに入って、好きなモデルをダウンロードします。先ほど作られたスタブルデフュージョンイビというフォルダーに入って、モデルをクリックして、スタブルデフュージョンというフォルダーに保存します。画像を生成するために、プロンプトを英語で書かないといけないですが、はじめは
書き方がわからないと思うので、こちらのサイトの写真からプロンプトコピーして貼り付けます。ネガティブプロンプトも忘れずに貼り付けましょう。画像のサイズを縦長に調整します。他の設定を参考にした写真通りに設定してみますね。設定が終わったらジェネラテのボタンをクリックします。パソコンのスペックによって時間が変わります。20分くらいかかりそうでしたら、ローカルはやめて、Google コラボを使いましょう。今回は試しに作ったので、プロンプトをコピペしましたが、プロンプトの作り方は、また別の動画で詳しく紹介しますね。最後に、Windows ユーザー向けにローカル環境での導入方法を紹介します。とても簡単です。まずこちらのサイトに入りましょう。概要欄にリンクを貼っているので、そちらから直接入ってください。一番上の A1111 をクリックします。保存先を決めます。おじさん画のアイコンが出てきたらダブルクリックしましょう。はいを押します。インストール完了したらこの画面が出てきます。アップデートを自動更新できるように一番上の2つにチェックを入れます。パソコン GPU メモリーが 8GB がない方はローブラムにチェックしましょう。そしてローンチ日をクリックします。時間が結構かかると思うのでゆっくり待ちましょう。できたら自動的にウェブが開くので完成です。このチャンネルでは AI に関する有益な情報を発信しますので、よかったらチャンネル登録お願いします。